今まあそのコロナ禍で、なんかこうセミナー開催とかも、うん、こうちょっとやりにくい状況やと思うんですね、うんはい、で特にリアルでやっぱかなりみんな気遣ってるなっていう中で、その山崎さんがセミナーやりますってなったら、かなりそのセミナー参加率が高い、これなんでやろっていうのがちょっと疑問やし、今そのセミナー開きたいっていう人もどうやったら人集まるんやろなっていうところが、うん、結構疑問な部分じゃないかなと思うんですけど、それ俺研究したの、そのずっとセミナー業っていうか、うん、それ10年以上やってるやんか、はい、だからセミナーとかにどうやったら人が集まるんやろっていうのは、うん、やっぱ体でちょっと分かってんのよな。へー、今まではなんか募集のギリギリまでこう集めてなんとか集まってもらったとか集まらんかったって時もある、うん、だからそんな嫌やん。嫌ですね。だからなんかそのまあ募集して3日間ぐらいで満員になるぐらいになったらいいなと思ってたから、うん、だからそうなったってだけな。それは、うん、なんでしょう、多分みんな、うん、そう思うと3日ぐらいでそんなに、うん、あのまあ、募集中とか言わなくても、うん、ちょっと余裕を持って、うん、まあ、店に人が並んでるようにしたいと思うんですよ ね、 うん、だから その10年間研究してた、うん、なんか、はいはいはい、その要素というか、うん、何があるんですか。だからちょっとねこうチープな言葉を使うと、はい、信頼なんだ。あ、その信頼っていうのは自分提供サービス提供者側と提供、うん、まあ、さ一応される側、うん、もしくは人間同士でも、うん、そこに、あこの人やったらその自分に対してマイナスのことをするんじゃなくて、うん、なんかプラスの関わりをしてくれるな、うん、っていうような信頼がある状態か、はい、そのまあ委ねても悪いことせえへんやろうなっていう関係、うんうん、プラスになるようなことをしてくれるだろうなというその予測じゃないけどまだ起こってへんのに、うん、っていう意識やと思う。それはどう、うん、その信頼残高をどうやって貯めてるのか、うん、例えばねそれで金儲けしましたって言った時に、うん、その信頼関係あるところからお金に変えてるわけやから、うん、そのエネルギーをお金に転換してこっちはもらうってなるな、うん、ってなったらその信頼残高は一旦ゼロに近くなる、うん、ってことはゼロに近い状態ではいじゃあまたセミナー募集って言ったらそれはこうへん、うん、分かる、うん、その信頼残高がないんやから、その、うん、なぜ、うん、信頼残高が言ったらそのセミナーで参加者からしたら、うん、何か得られるじゃないですか、うん、まあもちろんお金を払って、うん、その分の価値が得られるから、そうで例えばそういうことやから金を払ってくれるわけ、はい、例えばセミナーに参加しました、はい、この価格以上の価値が得られるだろうなと思って来てくれるわけや、そうですね、で実際にその想定したことを超えるものをもらったら、うん、それでまた信頼なんだか上がるの。ああ確かにそうですね、うん、あこの価格やったけどよりもっともらえたなって感じてくれたらっていうことを無料でも有料でもずっと作っていく。無料でも有料でも、そう、ああそうか、うん、だから、うん、例えば YouTube のいつもこう配信してる動画とかって無料で見れるじゃないですか。そうだから無料やからといっていい加減なものを作らない。その無料で見てもらうにしても、うん、例えばその人は自分の時間を割いて見たりとか、うん、でよかったらいいねをしてくれたりとか、うん、なんかコメント残してくれたりして、うん、この場を盛り上げてくれる協力してくれてる人たちなんよな、うん、だからそういうことをやってくれる人がいるって認識してるやん、はい、ほんならもっとおもろいの提供したらかと、ほんならもっとやってくれるのよ、うん、だから それで反応全くないんやったら俺もなんか萎えるかもしれないけど、さすがにそれってさ、うん、やっぱ心動かして行動を起こしてくれてる人がおるやん、うん、だからその人らに対して、うん、もっとその期待以上のことをやってやりたいなっていうことで信頼関係って多分築かれて、うん、例えばそれが夫婦の関係とか、うん、恋人との関係でもそうで、うん、その一緒にいた時に関わってくれてるわけやん、うん、この至らない自分に対してな、うんうんうん、で気を向けてくれてると、うん、そいつにもっと俺と関わってよかったなっていうかな、うん、もっと幸せになってほしいと思って
想定以上にあもっと良かったかがあってって思わせたいわけ。あ、分かりますねそれは、うん、分かるけど、うん、なんていうんですか、どうしても自分が欲しい方に何か言っちゃいそうな自分もいてるっていうか、うんうん、ああやって楽する方な。俺は子供の頃からそうやって、でおかんとかにめっちゃやってもらってたとか、例えば新入社員で入った時にその先輩たちにめっちゃ助けられてたりとか、うん、なんちゅうの同級生じゃないわ、なんか一緒に同僚か、うんうん、同僚の人たちにすごい助けられたとか、うん、いろんなところでそんなことばっかやったよ、うん、だからもう嫌になってる、なんかやってもらうのも、ああそんな自分が、そう、ほんで例えば自分が好きなやつがおると、うん、自分が好きなやつがいるのにそいつがめっちゃやってくれる、うん、俺は何もできてへんってなるわけ、うん、ほんならこいつ以上に返せる自分になりたいってなるやん。なりますね、うん、例えばなその YouTube の、 その見てくれてる人らでもそうやけど、うん、その人はいつも提供してくれてるのに、うん、こっち側は出すのが週に1回でしかもチンプなもんとか、はいはい、ってなったら心苦しいわけ。あだから見とけようじゃないけど次は絶対思えんの出したるからなっていうような気持ちで実は作ってんねん、うん、やねんけど、うん、それを俺個人の力だけでやってしまったら、うん、多分それできんねんけど、うん、うちはチームとして今やってるやん、はい、だから申し訳ないけど、うん、その陳腐なもん出すんやったらちょっとお休みさせてもらった方がいいって時もある、うん、こっち側のやつらの成長も大事やねん俺にとって、とだからみんなちょっと分かってくれっていう感じで関わったりもするんだよ。だからその、うん、気持ちをちゃんと視聴者の皆さんはなんか組んでくれてるって、うん、ちゃんとなんかそれを感じてるんですね。そうそう、だからなちょっとインパクトはないかもしれない、うん、そのインパクトを出すタイトルに、うんうん、なんかそういうコメントもあったけど、俺としては基本そういうインパクトのあるタイトルとかをそのようなつけようと思ってへん、はいはい、そのある程度分かる人に分かってもらえたらいいなっていうのもあるけれども、うん、一義がそうだよ、うんうんうん、二義にそういうタイトルで興味を引いたらいいなってなるけど、来てくれてる人は、はい、その奥行きに味があると思ってくれてる人もあるわけよ、はいはい、でこういう人らが来てくれんねんな。あーそっかそっかそっか、うんうん、だから、うん、有料やからどうとか、うん、無料やからどうじゃなくて、そうそう、だからもうそもそもそれこそその普通に普段関わる人ともそういう気概やし、だから例えばさ俺やったらほらあの飲みに連れて行ってもらったと、はい、言ったらそこのお姉さんたちにこう触って足を細くしてあげるとか体を楽にしてあげるとかはい、はい、ってことをいつもやってるよ、はい、うん、だからどこ行ってもやってるよ。いやだから握手やってくれるそうか、いやだからそれはなんかその人が常になんか輝いてほしいわけ、その輝いてほしいっていう言い方をするとあれやけど、うん、なんちゅうの笑っててほしいっていうか、うん、その変性意識状態、うん、そのトランス、うん、なんかふわーはーはーってなってる、そのライブ、はいはいはい、ライブに行った時の高揚感ってあれやん、うんうん、ね、それを味わってほしいっていうとか、逆もあるよ、ホッとしてほしいとか、うん、その高揚感じゃない方のすっごい緊張感が強い時にハーっていうのも幸せやん、はいはい、これもトランス状態やんな、あその変性意識状態やから、うんうん、そういうところに持っていってやらんと普段緊張ばっかりの状態で、うん、まあ、おもろいことがあったりとかな、なんかホッとしたりとかそういう瞬間欲しいやんか、うん、そやけどその瞬間だけやったらな、これはだから生態と一緒で今楽になりましただけやん、うん、だから人生がシラフっていうか日常は思わない人多い、そうですね、だから日常の中にこのトランス状態がいつも入ってくるとか、あっていう風にするにはどうしたらいいんやろとかっていうのを考えてて、うん、結果信頼残高も、うん、まあ、溜まってるっていうことですね。そうそう、だから一回一回見せるときに、うん、うわそうきたかって思われたり、そういう時に変性意識状態に入ってくる、うん、そか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 、うん、ほんなら俺のを見たら、うん、なんか自分の心の奥底にあるもんに何かタッチできて意識が変わったってなってくれてると思う。それはそのつもりで関わってるか。ああだからなんか今その動画の時代とか言われるから、うん、割と表面的なところであの作る方も再生回数狙ったりとかサムネ工夫したりしてますけど、なんかほんまにその見てる人はその表面的なところだけじゃなくって、うん、ちゃんとその心で関われるところってなんか離れててもあるんですね。あるよ、あるけれども、だからそれはそれでな、
そのタイトルがどうとかな、うん、そっちはそっちで大事ない、うん、そっちはそっちでそれで変性意識状態になって、うん、まず興味を持たないと見ないから、うん、あ確かに、うん、それがシラフの文章やったら誰も見ないですよ、うん、通り過ぎるやろ、うん、だけど、ん？おっとかなるから見てくれるわけ、はいはいはい、だからそっちはもうそっちはいんねんけど、うん、見たら大体がっかりするの、ああ、そうか、うん、思ってたのと違うっていうか、そのそうそうそう釣られたって思うそう確かにありますね、うんうんうん、だから釣ってもいいねん、それ以上に喜ばせる、ああ、そっか、だから金もいっぱいいただいてもいいねん、うん、それ以上に喜ばせる、うん、そうか、うん、じゃないと全部ちっちゃい方に行ってもうて、はい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 、その全部安くなって日本はデフレになってるっていうのにさらにデフレになって、うん、もう経済も何にも回らへん、はい、うん、そうか、今集めたい人多いと思うんですよ、うん、でもやっぱりそのそれ以上のものを与えられる何かないと、うん、やっぱ結局信頼感が下がるから、 その時ゴリゴリに集めたとしても、うん、長く続かないですね、続かないよ、だから自力っていうか、うん、あそこが育ってないと、そうそうそう、やっぱりだから今俺超能力を開発しようとしてるの、何の超能力ですか、え、いろんな能力あるな、はい、そのまあ例えばテレパシーとかな、お、まあ念力があったりとか、うん、あと何か投資があったりとか、はい、まあ何かその例えば超感覚っていって、うん、例えばその見えないものが見えたりとか、うん、聞こえないものが聞こえたり、うん、普段の人は感じられないものを感じることができたりっていう感覚であったりとか、うん、触れなくても相手を飛ばすような念力系のことであるとか、うんうんうん、なんでそんなことやってるんですか、もうね単純にだからシラフやんか、その普通やったら、あ例えば昔の人間は天気とかも、あ明日はこうなるなって分かったの、天の気やから、ね、だからこの人の人生どうなんなとか占いじゃないけど、うん、それはその人の体を見たら、あこれで病気するやろうなとか、あけどこれはその普通の人にはない能力やんか、うん、そやけど俺は別にその当てつっぽうで言ってるんじゃなくて、うん、その体を見て、うん、今までの経験からおそらくこうなるんだろうなっていう、うんうん、なんか答えを導き出してるんであって、はい、それはみんなに見えへん、うん、でその能力はある、うん、そやけどもそうじゃない見えへん能力、うん、それを仕事にしていく能力とか、はい、例えばもっと人間関係が良くなっていくようなもんとか、うん、なんかそのあんま全然関係ないもんっていうんじゃなくて、うん、テレパシー的に遠いところにいたとしてもその人の気持ちが分かるとか、うん、これな俺なちょっと持ってんねん、そう、うん、だから例えば全然会ってへん人でも、うん、今どう感じゃってるやろうなってなんとなく分かることはあんねんけど、けどまたぼやけてんねん、いやだからさ、例えば視聴者の人がどう思ってるなんて分かんない、会ったことない人分かんない、ね、やんか、せやのになんとなくこう感じてるだろうなっていうのを感じんのよ、それってあれですか、うん、その、うん、ずっとその体のことをそうやっていろいろやってきて見えるところってさ、あれって言ってさっき言ってたけど、うん、その延長線上にあるような感覚なんですか、そう、例えばお母さんが、うん、その言葉にならない赤ちゃんを見てるわけ、はいはいはい、ギャーギャーって言うと、うん、何言ってるか分からへん、うん、その理解はでき、うん、やねんけどパパはこうやろって言ってもうパッて泣きやましたりとか、確かにありますね、な、そう、超能力ですね、そうやろ、そうやろ、普通の人からしたら無理やろ、うんうんうん、だからどっかなんか第何六感なんか分からないけどなんかそんなもんが働いて、うん、その察してるわけやん、うん、それはその子のことを分かろうという気持ちがそう察してると思う、はいはいはい、そこそこ、うん、だから結局その気持ちない、その気持ちがあるからこそだんだん観察するようになって深いところを見るようになって、うん、耳を傾けることによってタッチしたんよな、そうか、確かにね、好きな人やったら観察しますもんね、うん、勝手に、そうやろ、髪型変わったなみたいな、そうそうそう、なんかそ全然俺はそんなこと見抜かれへんそこは、超感覚いや、そうやけど、あ、ここは積極的になったなそういうところ、確かに、はいはいはい、あ、こんなところにも、なんか意識を向けて人を愛する気持ち持ってなとか、そういうのを感じるんですね、感じるから、他の人が見てへんところを見るから、この人は私のいいとこ見てくれるってなんかありますよねそうか、それで信頼残高が出ましたね個人のやつな、はい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 、はい、うん、そうか、でもそういうことを、まあ興味あることを、うん、ずっとこうやり続けてるから、うん、それで信頼残高も高くなってくるし、そうそう、今その能力がないだから未知やな、それこそな、もっともっと何もないから俺には、うん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 、
超能力を磨きましょう。何の話でしたっけ。セミナーにね、最初集めたいっていうところなんですけど、うんうん、いやだからそれはな、やっぱもっと関わる人をもっとおもろい世界連れて行ってやりたいっていうか、うん、それは、まず自分なの。自分がやっぱり日常でおもんなくなる時とかあるやん、うん、あります。だから自分をもっと面白くしたいの。そうか、どうやって面白くなるやろうっていう時に、例えばそれこそね、チャンネル登録者数が増えたりとか、うん、そのお金がバーンと入ってきたりとか、うん、それは俺はもうな、ある程度ちょこちょこ体験をさせてもらって、はい、ほなそんな喜びはよ、嬉しいよ、うん、嬉しいけれども、もっと嬉しいことっていうのはやっぱ人とつながる喜びなの、うん、でそんなんもないのに、うん、金だけ稼いでたりしても、うん、思んないね。そうか、だから もっと自分に素直におもろいことをやっていくことが、うん、そう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 、そういう仕事にも出てくると。だから最初はな、ゲーム感覚でな、チャンネル登録者数増えるのがおもろかったらな、別に釣りでもいいねん。別に金が欲しくてな、まあ、人を騙してやってるやつとかもおるけどさ、うん、まあそれはいいとは言わんけど、うん、最初はそれしょうがないな。そうか、まあ、別にそれはそれで、うん、まずはもうそこからでもいいけど、そうそう、だから不安の裏返しないな。あー、そうか、うん、だからそんなもんなくてもな、うん、別にな、北風と太陽みたいなもんで、それを強引に奪ってやろうとしようんだ、うん、違うね、太陽の方が強いね、うん、お客さんはな、自分から金払わせてくださいって言ってくる。いやそれが一番最高ですね、うん、そうなるにはやっぱ自分が普段から その人らが見てへんところを見て、うん、こうやったらもっと思うのにちゃうとか、こういうところで困ってへんとか、うん、なんかそういう知恵を提供することで、うん、あ、 ありがたいと思ってくれるわけよ。あることが難しい存在だと、はいはいはい、な、だからそんなものを常に提供してたら、うん、それめっちゃありがたい存在になるやろ。そうですね、うん、だからそんなありがたいことばっかしてたらあれですと、そのな、あの偏方性の原理やったっけ、うん、なんかそんなんでさ、うん、ちょっとお返しさせてくださいって言うの、うん、じゃあセミナーを、うん、集めようとして集めるとかっていう、もうそういう問題じゃなくって、うん、デフォルトが、あ、そういうことなんですね。じゃあね、だからその因果関係と因縁ってあるよね、はい、な、普通西洋的な発想って言ったら、広告をどういうなキャッチコピーでどうこうして、うん、なんか、これで広告では何人ぐらい来てと、こういう企画では何人ぐらい来てっていう因果関係で考えるんですね。全部縁なんよ、うん、その遠いなんか、これをしたから集まるっていう、それな、この薬を、うん、なんか渡したからなんか痛みが取れるとか、その因果関係やんか、うん、なんかそんなんちゃうの。もっと縁でつながってるから、その遠い縁から変えていかないと。いや、それはすごく、うん、なんとなく僕もそれ、あの山崎さん見れたりとかで感じるところはあるけど、うん、めっちゃ不思議なんですよ。なんかどうしても思考的にはあの、因果で考えるでしょ。そんな自分が気持ち悪くなったよ。例えばなんかそのセミナーに集まってもらうためにちょっとなんかしようや、うん、コラボしようやとか言ってたら、うん、なんか自分の損得だけでさ、人を利用してることになるやん、うん、なりますね、うん、で、じゃあそんなんじゃなくて普段からいいことしてりゃいいやん、うん、そっか、うん、それが結果的になんか違うとこから返ってきてるっていう、うん、そうそう、だからペイフォワードやな。その誰かから直接的に何かもらおうっていうんじゃなくて、それが縁で、この人の面白かったよって誰かが言ってくれたら、うん、そっからその人が来てくれるかもしれへん。そうですね、うん、いやでもついあの目の前のとこから欲しくなるんですよ、うん、あんたが客になったら得しますよって言ってたら、そうなの、はい、でもその視点でちょっと考えた方が、うんうん、東洋人になってきたから、そうですね、なんか幸せそう。はい、まあ、こんなところで、はい、ありがとうございました。雑誌「秘伝」を出版している BAB ジャパンさんで、神殿生態の DVD が発売されることになりました。Amazon で、先行予約が受付されています。この神殿生態とは、自然治癒力を高めるための生態法です。普通はこの局所的、部分的に施術をすること、腰やったら腰の施術が多いと思うんですけれども、部分を触って脳から体を緩めていく、自律神経やホルモン、免疫系統、この、全てを整えていくような生態法になります。興味がある方は先行予約中ですので、ぜひお買い求めください。